この2階のベランダのですね、ひさしの下に作った鳥の巣箱なんですけども、ついに鳥がですね、巣を作り始めました。今鳥が飛んできました。見てください、これこれこれ、白い小さな鳥が中に入っていったのが見えましたでしょうか。さっきですね、鳥が飛んでったんで、この巣箱の中をですね、ビデオで撮ってます。見てくださいよ、これもうなんかすごい状態になってますね。引き詰めてあります。ベッドになってます。ゆっくりです。夜の巣箱です。こうビデオカメラはですね、今三脚につけてですね、こう三脚を自撮り棒みたくしてですね、撮ってます。この中にですね、鳥がいるのかどうかですね、こう見たいと思います。今時間はですね、夜の9時ですね。さっき私仕事から帰ってきてご飯食べてですね、今2階のベランダに来ましたけど、どうでしょうか。見えないですけど、みたいですね。昼間はですね、この葉っぱを頻繁に加えてきますけど、夜はいないですね。まだつがってないのかな。昼間の感じだとなんか夜ももうここにいるのかと思ったらいないですね。何が危ないってですね、これですからね、猫がここに出入りしてベランダに行くわけですね。もう鳥なんか見たらですね、興奮しちゃいますから、もうひとたまりもないですね。ちょうど今いる猫がいる真上に巣箱ありますから見えないだろう。あそこの上に巣箱ありますから、見てるあいつ、みーちゃん、今のび太くんが屋上にいるんで、しずかちゃんがいないから探しに来たわけですね。のび太くんいないなとか言ってですね、もうのび太くんとしずかちゃんはですね、一心同体なんで、いつも一緒にいないとですね、気になっちゃうわけですね。